1796年、アメリカ合衆国大統領選挙は、1796年11月4日から12月7日にかけて施行されたアメリカ合衆国の大統領、及び副大統領を選出する選挙である。アメリカ合衆国の大統領選挙としては3回目にして、初めて競合があり、大統領と副大統領を対立する党派から選んだことでも最初のものとなったので、 当初の選挙人選挙の仕組みの欠陥をさらすことになった。現職の副大統領ジョン・アダムズがトマス・ピンクニーを副大統領候補として連邦党から出馬した。アダムズが勝って大統領となったが対立するトマス・ジェファーソンがピンクニーより多くの票を獲得して副大統領になった。現職の大統領ジョージ・ワシントンが3期目の出馬を 拒んだので、現職の副大統領ジョン・アダムズが連邦党の大統領候補となり、知事の経験があるトマス・ピンクニーが次に人気のある連邦党員として副大統領候補となった。対抗馬は民主共和党のトマス・ジェファーソンであり、副大統領候補にはアーロン・バー上院議員を指名した。ただし、この時点では副大統領候補という制度が、 正式にはなかったので、どの党から出てこようと各人が大統領候補であった。それまでの2回の選挙が結果は、規定の事実であったのとは異なり、情勢が白昼していたので、民主共和党はジェファーソンを、連邦党はアダムズを一生懸命応援した。議論は、辛辣なものとなり、連邦党は民主共和党をフランスの過激な革命派と結びつけ、民主共和党は 連邦党を君主主義や貴族政治に賛成していると非難した。外交政策では民主共和党が J 条約はあまりにイギリスの肩を持ちすぎていると言って連邦党を非難し、一方、フランス大使は選挙直前に公然と民主共和党を支援し連邦党を攻撃することで民主共和党を当惑させた。当時の選挙の仕組みでは選挙人が二票を持っており、どちらも 大統領候補に投じられた。大統領選で2位になったものが副大統領に選ばれた。各党は選挙人が1票を大統領候補と目されるものに投じ、当時もう1票を副大統領候補と考えられる。別のものに投じさせ、副大統領候補が大統領候補より少し少なく票を獲得するように工夫した。だが、この仕組みはいくつかの要因で複雑なものとなった。その結果、 アダムズに票を投じた選挙人の多くが第二票をピンクニーに投票することなくアダムズが大統領に選ばれたが対抗馬のジェファーソンが副大統領に選ばれた。これは民主共和党がフランス革命を支持していたことも一部寄与したが民主共和党の支持者がジェファーソンを副大統領に選ぶに至るほどの勢いがあったことによっていた。アメリカ合衆国の歴史の中で唯一 大統領と副大統領が反対党から選ばれた。ジェファーソンは副大統領職をテコにして、アダムズの政策を攻撃し、次の選挙ではホワイトハウスに到達することができた。この選挙はアメリカ合衆国憲法修正第12条の最初の動機づけになった。1797年1月6日、サウスカロライナ州選出の会員議員、ウィリアム・エル・スミスは、 大統領選挙人が誰を大統領に、誰を副大統領にと指名できる憲法修正案を会に提出した。しかし、その提案に対して有効な行動が取られず、1800年アメリカ合衆国大統領選挙では暗章に乗り上げることになった。ありがとうございます。